こら毎日毎日怒られても懲りない。ひやん、ほらほら、また五郎の服を脱がそうとしてます。おこら、ダメ、これダメって言ったろ。ひやん、ひやん、お耳が大きい、お耳一口に聞こえんの。言っても言っても聞かない。しよん、聞こえんのかね。こら、聞こえんのかね。大きなお耳しとうのに。こら、こら、しよん、ほら、危ない、そんなせん。しよん、もうハウス、ハウスはそれなりに効き目がある。ハウス嫌やろ。ハウス行きたくないやろ。え、ハウス嫌でしょ。しよん、ハウス入る？ハウス嫌でしょ？ってことしない。わかった人、タッチ。わかった人、タッチ。タッチやろう、わかった人。タッチ。はい。はい、じゃあ悪いことせんよ。ナナも五郎もほとんど怒られないが、シオンは毎日毎日何回も何回も怒られている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。